アナスタシオ、ソモサデバイレは、ニカラグアの政治家、軍人。ニカラグア大統領。独裁者アナスタシオ・ソモサガルシアの次男。中米のアミンと呼ばれた。アメリカの陸軍士官公ウェストポイントを卒業後、帰国して、ニカラグア国家警備隊に入隊。1950年に、名のオペ、ポルトカレーロと結婚。 1955年から1967年まで司令官職につき、ソモサ一族の独裁体制を支えた。1967年に兄のルイスが死去すると、1968年に公認として大統領に就任した。国家主義自由党によるメキシコの制度的革命党をモデルとした一党制を目指し、形だけでもソモサ一家の支配ではなく、 様々な物事を自由化した兄とは異なり、アナスタジオは反対派や反対していなくても目障りな人物を力ずくで徹底的に弾圧して国際社会から求断された。さらに1972年のニカラグア地震で首都マナグアが壊滅状態になった時には全世界から送られた支援物資や義援金のほとんどを一族の系列企業や 自身の射死のために着服し、本来ならば被災者の救助にあたる、はずの国家警備隊によってマナグアは略奪された。国中の反発を受けたが、そもサは1976年に戒厳令を発令して対抗。それでも収集がつかず1978年8月には、エデンパストラ率いるコマンドに国家宮殿を占領されるという失態を犯した。 権力にしがみついたそもさは国家警備隊の力を最大限に活用してエステリ虐殺など自国民に対する弾圧を続けたがもはや国民の怒りを収集することはできなかった。1979年になるとアメリカのジャーナリストビル・スチュワートが国家警備隊に殺害されその瞬間の映像が全世界に配信されるという事態に発展。 こうしてあまりにひどかった蛮行が国際社会にも伝わると頼みにしていたアメリカからもジミー・カーター大統領の人権外交のもとで見放され最終的には武装放棄していたサンディニスタ民族解放戦線に追い出され自家用飛行機でニカラグアの政府財産を抱えアメリカのマイアミにある別荘に亡命したその後アメリカからもすぐに追い出されバハマ、グアテマラと 亡命先を変えたが、最終的に似たような立場の独裁者、アルフレド・ストロエスネル大統領の特別の行為と友情により、パラグアイに移った。しかし、新たに設けた愛人との平穏な生活は一年も、持たず、1980年9月17日、アスンシオンにてベンツを運転中に、サンディニスタの流れを組むアルゼンチンのゲリラ組織、 人民革命軍により RPG-7 で暗殺された。マイアミの一族の墓地に埋葬されている。死の直前には回想録、裏切られたニカラグアニカラグアビトレードを発表し、ニカラグア混乱の責任はすべてカーター政権にある、と主張していた。残されたオペプ人は再婚し、1991年にマイアミで死去した。アナスタシオラ子供たちは、 現在もアメリカで暮らしている。ありがとうございます。